原です。タイガース、さあ松岡さん、先ほどの松井手送り方は悪くないんですが、あの辺がちょっとカットできるような技術ができてくるとね、それプラス自分の気持ちじゃないですかね。あの辺はその臭いコースはカットできるんだ、またカットするんだっていう、そういう気持ちが僕はですね、だからね、やはり迷って迷って、今のうちはその方がいいんですよ、ですね。もう1回松井には打席が、まあ、檜山が素晴らしいバッティングを見せてますので、萩原もツーベースを打ってはいますけどもね、ちょっとこの存在が地味になりつつありますが、ここはツースリーになりました。マウンド、こういうその大舞台といったら、まあ、大舞台なんですけど、そういうところで迷いがないというのはやっぱり相当技術を持ってるんですよ。これは流し打ち、一塁間破った、そしてバッターボックスには代打山本英二が起用されるオリックスブルーウェーブのファームのキャッチャーです。ワンストライクワンボール、ジャイアンツの松井と出まして、鎌野が2本、鈴木が1本、松井が2本で合計5本、ボールそうですか、最後は速球142キロスイング。